今週気づいたこと。おとといかな。おとといの夜中ぐらいかな。急にネットのニュース見てたらさ、レッドブルエアレースっていう、去年かな、初めて千葉で見た、要するに飛行機のアクロバット飛行のレース、しかも世界的なレース。で、まあ、その朝の番組に、室屋選手っていう、まあ、日本でもそのトップの、その飛行機乗りが、この、レッドブルエアレースでも世界を転戦してんだけど、それの日本人初の、年間優勝になった選手がゲスト来て、で、それがすごいこれから盛り上がっていくスポーツなんで、ぜひ見てくださいよ、つって、で、ご招待受けて、すごい席だったのよ。一席、30万ぐらいする席にご招待されてみて、で、お客さんもすごいいて、あ、こんなに盛り上がってんだ、そのエアレースってやつって思ってて、で、今年も夏かな？千葉でやるから、あ、できたら、まあ、そんな高い席は無理でも、できたら見に行きたいなって思ってた矢先に、この、レッドブルエアレース終わりますというね。なくなりますと。で、この、その世界でやってる、その世界で転戦している、そのごと、なくなります。しかも今シーズンいっぱいでなくなりますじゃなくて、今シーズン予定されてる試合も半分ぐらいで、もうなしっていう、その、レッドブルがいろいろ、会議した結果、思ったよりだからっていう感じで、すごくない？とか、どんな気持ちなんだろう、その、選手自体は。もちろん、もともとこのレースなくても飛行機乗ってた人だからさ、その、別にその飛行機乗りとしての人生が終わるわけじゃないけど、来週 AM 停波しますって言われて俺どうするみたいな、そういう感じね。でちょっと思ったのはね、ちょっと前に知り合いのまあ、僕とその似たような年の人はちゃんと子育てとかをやってますから、知り合いの、しかももうおじいちゃんとかいますんでね、知り合いの孫が、小学校入るぐらいの孫が、YouTube の学校行くと。YouTube の、YouTuber の塾行くと。ね。で、どうだろうみたいな話してて。で、まあ、今や子供の夢の職業のさ、すげえ上の方にさ、YouTuber いるじゃん。ね。でもさ、YouTube なんてものはさ、要するに一会社が提供してるサービスだからさ、急になくなったっておかしくないじゃん。で、現に、その辺細かく公開しないけど、YouTuber の人が、YouTube の大元からもらえてる広告料みたいな、それ一人見たらいくらみたいな額って、どんどん下がってるわけじゃんか。で、さらにはさ、さらには、今度そのファーウェイに、Google が、プログラム、いろんな、その、まあ、どこまでかまだはっきりしてないけれども、Google はファーウェイに、ファーウェイと協力しませんみたいな話が急に決まるわけじゃん、世の中って。で、そうやって考えたらさ、突然 YouTube ってなくなるかもしんないじゃん。ね。明日 YouTube なくなりましたみたいな。ちょい前に、ケミオくんに会ったんだけど、ケミオくんバイン突然亡くなってびっくりしたらしいよ、やっぱ。バインから出てきて、バインが一番面白いって人なのに、バイン急に亡くなるっていうのを経験してるから、でもそうやって考えると、それ YouTube 塾に行ったとて、ね、その未来その少年が大人になった時に YouTube なんてものがあるのかどうかはわからないと。で、一応、そいつは同級生で、お互い俺も、その彼も、原田そろばんに通ってたから、小学校の低学年の時に、そろばん習っときは間違いないって言われた俺ら。ね。でも今そろばんないじゃんっていう、ぐらいのことは起こるよっていう、ぐらいのことが猛スピードでは起こる覚悟をした方がいいよ。ただ、そのそろばん塾で習った、ちょっとした計算みたいなのが全く役に立たないわけじゃないから、YouTube 塾で、その、
習うであろう、メディアリテラシーみたいなものや、ちょっとしたビデオ編集みたいなものは YouTube がなくなっても、まあ、その後も役に立つかもしんないけども、すげえ世の中だなっていう、その子供の夢みたいなものや、まあ、子供の夢みたいなものが一瞬にして閉じられることもあるし、もっと言えば、だって、チームあたりの運営費が何十億ってかかるようなスポーツで、で、しかもね、なんかね、その、エアレースの話、エアレースのなんか中継方法みたいのが、そのエアレース用に開発された、その、機材とか、プログラムとかがすごくて、その生中継の飛行機の、辿ってきた道を、そのリアルタイムで合成でグラフィックした上に、グラフィックで表示した上に、その出てるスピードがその青から赤へグラデーションしていくみたいな、要するに七色のリボンみたいなのが後ろついてるようなグラフィックが出て、なるほどこの急上昇の時にこんなにスピード出てんだとか、そういうのとかがわかるシステムとか、もう いらないっていうか、もう急にいらないじゃん。明日さ野球なくなってみ、野球やめますっていうなったとするじゃん。今シーズンの前半戦でもう野球ってもの終わりですってなった時に、急に、木の棒で、糸の塊を、牛の皮で巻いたものをぶっぱたく名人の人になるんだよ。あれをぶっぱたけばぶっぱたくほど、遠くにぶっぱたけるほど、水道橋で、糸をぐるぐる巻きにした外の皮を、牛の皮で、その、包んで、108箇所の糸で縫ったやつを、ね、1メートル弱の棒でぶっ叩いて、なるべく水道橋の駅のそばまで飛ばす、でいて、相当飛ばすね、水道橋の駅のそばまでっていう、人になるわ、人が奥もらってたじゃん。奥もらってたのが、そら野球っていう土壌があるからだよね。にもかかわらず、急になくなっちゃうわけでしょ？すごくない？なんか。ってなるよね。だってすごいいろんな練習してたと思うから。だって、飛行機をすごいちゃんと操縦できる人よりきついよね。野球で奥もらってる人、野球なくなったら。なんか、そんなこと起こるんだって思って、ちょっとポカンとしたりしてました。AM まだあるみたいなんで、AM とかラジオ俺なくなったらどうする？まあ、別にラジオなくなって、じゃあ今度 YouTube でとか、一応音声で何かを伝えるっていうスキル自体は、これさ、今放送されてないとするじゃん。ね？今日まださ、8分ぐらい、まだ俺多分まともなこと言ってると思うの。先週のラジオって考えても、先週のラジオ夜中の1時に、あんなことを言っている人、何言ったか覚えてないけれども、ろくなこと言ってないんですよ、おそらくね。ね。なんか、そんなさ、その、その、肛門の話ばっかりしてるわけじゃないですか。肛門とか性器の話ばっかりを、51歳で夜中の1時から3時までずっとそんなことを大きな声で言ってる人って、ラジオっていうものがなくなった場合、何それもうどうしようもないよね、もうさ。レッドブルエアレースなくなっても飛行機すげえ操縦できるってことはすごいことじゃんか。ね。で、まあ野球なくなってもスポーツマンのその筋力だとかそういうものは、ね、もしかしたらクリケットに転向するかもしんないし、で、ね、じゃんか。もう俺の場合もどうしようもないよ、それ。もう本当にどうしようもない。怖い。あるうちに。ね、あるうちに、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から。だって夜中これがラジオじゃなくてさ、急に揉みたいからって理由でおっぱい揉ませろって言ってて、これその赤坂でラジオあったから許されてるけど、北方領土で国会議員だったらおしまいだぜ。同じでも同じとってそういうことじゃんかねえ。まあとりあえず電波が出てるうちに僕も積極的におっぱいを揉ませろって言っていきますよ。ね、言っていい、こう、商売だから、まあ、言っていいかどうか分かりませんけど、まあ、そういう商売ですからね、自分もね、いいようなものなんですけどね。なんすかね、世の中ね。また、のっけからすげえ、こう、普通の人が怖いと思うかどうか分かんないけど、俺がまたすげえ怖いと思い始めた
あの、話、曲やってからするか。ね、じゃあ曲かけてからするか。浅井健一、メタリックメルセデス。なんか急にまた、その、怖いってなっちゃったんだけど、ね。その、まあ、近い将来、まあ、もうすでにアマゾンの倉庫なんかそれに近い状態らしいけれども、まあ、巨大倉庫にいろんなものがあるじゃないですか。で、そうすると、そのネットから注文が入ってきたら、それがコンピューター経由で伝わって、いろんなものの分別されてる棚と、その張り巡らされた、ベルトコンベヤー網と、さらには、ロボットアームと AI みたいなものが組み合わさってて、で、その、欲しいものを、ロボットアームが取って、でいて箱に入れ、その箱がベルトコンベヤーに乗り、で、もう、その、簡単にパッケージする機械とか、大きさとか重さ測ると、この大きさの箱に入れればいいんだ、つって箱に入れられ、でいて、そこに、住所が、プリントされ、まあ、もうそれでいて最初に運送を持ってきますよ、みたいな。そういう、その巨大倉庫。すごくオートマチックな、すべて全自動で機械がやる、巨大倉庫。でね。それはでも一からその巨大倉庫を作らなきゃならないし、そのロボットアームから、それからそのベルトコンベヤーのシステムとかそういうものを全部、投資しなきゃならない。一から組み立てなきゃいけないから、そこまでの設備投資ができないときに、こういうものがありますよみたいな、その、超お金があるところの近未来の話じゃなくて、その手前のそのシステムみたいな。それほど、そこまで大規模なお金がなくても、今、あなたの会社の、倉庫が効率化できますみたいな。中工場とかも、そういうので管理できますよシステムみたいなのことをネットで見てたのね。そしたらそれがすげえなと思ったのは、まず、人間が、その、レールとかを引くのにお金かかるじゃん。そのベルトコンベアやレールを引くのにお金がかかるから、物を運ぶ台車あるじゃん。台車を人間が押しますと。ね。一台目の台車を。だけど、これの後ろについてくるっていう台車がいっぱい、これ、オートでついてくる台車をいくらでも増やせますと。それでその台車がいっぱい勝手についてくる。だけど、一番前の人が一応コースはちゃんとやってるから、その、レールを引かずとも、それからベルトコンベアを作らずとも、今ある工場にこれは入れられるシステムですよってなってんのね。で、さらに、その台車に全部積むっていう作業がいるから、その人につけるようなパワードスーツっぽい関節とかを強化する、普通の人が物積んだりするんだと重くてできないけど、しかもその後ろについてくるカルガモ台車5台分とかに全部積むから、それは相当きついから、その人にくっつけるパワードスーツみたいなやつがあるわけ。で、これをやると、その、すごい、AI 内蔵の、マジックハンドとか、それから、ああいうの作んなくてもいいじゃんか。クレーンみたいなものも作んなくていいじゃん。で、さらには、その人が、VR ゴーグルじゃなくて、AR ゴーグル、いろんなものの機能の入ってるゴーグルをつけてて、そこのところにその現実の、その、見えてる工場の棚と、その、CG というか、が合成されて、今持ってきてもらいたいやつはこれですっていうか、この線辿ってった先の棚のあそこにあるやつですっていうのは合成で光ってるから、そこ行って、カルガモいっぱい連れてそこ行って、それでそのパワードスーツで全部こうやって物積んで、それでそうするとまた次ここのルート通って出てってくださいねっていうのがあるから、そのセット、ゴーグルとカルガモ台車とパワードスーツと、そのゴーグルに指示を与えるセットがあれば、かなり格安で中規模の工場、中規模の倉庫でも、こういうシステム組めますよって言ってんのね。もう怖くて。その人の、もうその人に、もう俺なったら、どうなっちゃうんだろうと思って。怖くないもん。一人だよ。ずーっと一人で、それ後ろにカルガモ台車がついてくる。カルガモ台車って名前言ってくる。台車だからね。自然ついてくる台車と、なんか自分のパーツ感みたいの、もう怖くて。なんか、せめて嘘でいいから、この目のとこのグラフィックに、積んだ分だけ、
こう服脱いでくみたいな、なんつうの、脱衣麻雀みたいなやつついてないと、どうかしちゃうってどうやったって、あの嘘の、そのグラフィックで、嘘の、なんかこう、道におっぱいが敷き詰めてあるやつ、があってくんないと、どうかなっちゃうって、それをさ、すげえ本気でさ、なんかその、ちゃんと説明してんのね。これをやることで、すげえ低コストです。人件費も、その設備費も、すごい抑えられるから、いいですみたいなことを言ってんだけど、いや、一人じゃ無理だよ。こんなのやっちゃったら、どうかなっちゃうって。やっちゃうって。大事なとこやっちゃう。どうやったって、だからなんだろうね。すげえこういうのとかは、なんつったらいいのかな、前も言ったかもしれないけど、俺ずーっと倉庫で、肉団子を練る仕事をしてるときに、一旦、これだからさ、すごいいつも思うんだけどさ、バイトテロ今あるじゃん、バイトテロの話で言うとさ、どこまで会うとかって、まあ俺はその頃、それを YouTube で流すとか、配信するとかの、もう道具もないから発想もないんだけど、もう暗い倉庫で一人で延々、外はクリスマス寸前なのにさ、延々と、その、生ハンバーグの具練ったりとかさ、肉団子握ったりする係にさせられてさ、ずっと握ってる時にさ、無理なんだよ、一人。だから、肉団子で、とりあえず一旦、そうね、よ、30センチぐらいの大きさの人は作るよ。相方は、相方を、すごい量あんだから大丈夫なんだよ、もう。たらいっぱいぐらいの肉団子練って、肉団子の具練るじゃん。そしたらとりあえず一旦最初作るやつは、あ、肉人形ですよ、相方ですよ。肉人形って怖えわ、響き。肉人形っていう響き、今つけたけど怖いわ。ミートドールです。ミートドールを、ミートドールを、石井のお弁当くん、ミートドールを、ミートドールを作って、それをその、たらいの、その傍らに、ね、水色のたらいの傍らに、こう、その何、座らせて、それ以外の肉でこうやってミートボールをずっと作っていく、ずっと作ってって、たまに、だろうなんつって、それは、いや、それを言ったらマサチューセッツ工科大学だろ。って言いながら、とりあえずはやらないと、どうかしちゃうもん、そんなの、ずっと。で、その、やりながら、最後の最後だけ、そのミートドールが、は、こいつ肉じゃんって思い出して、その最後のミートドールを全部ミートボールにするっていう作業で、終わりですよ。ね、それが最後のミートドールとの別れで最終的に俺の作業が終わってくっていう感じですよ。それでなかなか遅えなと思って店長が来ると、俺もすでにボールになってるっていう。怖えよ、やっぱりなんか。すげえ怖えよ。だからそういう経験ない奴は設計しちゃダメなんだよ。そういう経験ない奴が、これが一番合理的だとか言うんだよ。怖えよ、もう。ジャンク。あの頃配信とかってその人形を作ってる。人形一旦作るやつを配信したら、すげえ食べ物おもちゃにしたって怒られんのかな？この事情を全部知らない人絶対怒るよね。一人じゃやってらんねえんだよ、そんな作業っていうことを言ったらどうなるかわかんない。言ったら、まあお店がブラック企業として訴えられるか。逆にそういうところまで俺が追い詰められてる感じまで配信されちゃうからね。なんでしょうかね。なんか僕の中では、じゃあ、例えばだけど、それにゲーム性みたいなものがくっついて、いろんな、友達と、どっちが、なんか、こう、勝つかみたいなことができたりとか、するとね、みんな余計で無駄だっていうかもしれないけど、その働かされてることが楽しいゲーム化、おっぱい含む、ね、ゲーム化されてたら、もうちょっと大丈夫なのかとか、このバカバカしくも思える、そこをゲーム化する、ということの、大事さみたいなのをいつも思うんですけど、
最近逆にすげえなって、こういう世の中になったから、面白いこと考える人いるなと思ったのが、レンタカー屋のアプリなんだけど、まあ俺免許持ってないから使いようはないんだけど、レンタカーのアプリを通じたサービスなんだけど、これ考えた人すごい頭いいなと思ったのが、レンタカーって乗り捨てってあるじゃん。乗り捨てで、東京で借りたんだけれども、大阪で返すとか、まああとは、偏り、まあ、乗り捨てに伴う偏りみたいなことも、今日東京で、たくさんワゴン車欲しいって言ってんだけど、台数が足りてないから、その遠くのお店から、チェーン店から、持ってくるみたいな作業あるじゃん。でいて、普通はレンタカー借りるときに乗り捨てフィーみたいな。要するに東京で乗って大阪でもう乗り捨てて、来るなら、その分、その返すのにかかる費用を自分が負担する分払うみたいなんだけど、なんかね、それの最新のシステムで、アプリで登録していくと、例えば、なんつったらいいのかな？例えば、今、軽井沢にレンタカーあります。で、その軽井沢を東京の営業所まで乗りませんかっていう、でいて、それだと、3000円で、今日借りたら今日軽井沢から借りて4日以内に3000円で貸せますっていう。そうするとさ、本来だったらレンタカー屋さんは軽井沢までバイトを派遣してでいて高速代とガソリン代を使って東京まで持ってこなきゃいけないのに、たまたまそれを使う用がある人がいればお金を取れる上にガソリン代とかも全部その人が払うじゃん。ガソリン代も、高速代も払うじゃん。で、このシステムすげえよくできてんな、みたいな。例えば、逆まで東京にあるやつを、例えば、仙台まで持ってってほしいみたいな。仙台のレンタカー屋さんで東京、例えば引っ越しない状況なりするんで借りた人が東京に置いてって乗り捨てたやつを、その戻す業としての、で、おそらく多分乗り捨て料金は取ってると思う。乗り捨て料金を取った上で、俺がとりあえず仙台旅行に行きたいと思ってれば、その安く借りられるようになってるし、まあ、帰りは電車で帰ったりするんだけど、で、一応いろんなの見てると結構すごい近い。埼玉から東京で、まあ、やっぱり4日間で、3000円で、で、4日のこの何日まで持ってきてほしいってやつがあるのね。なんていうのはもう乗り回して遊んでないんだもんね、自分で。普通にレンタカーを4日間借りるって考えたら、別に俺が今日東京から普通に、名古屋行きますってなったら、名古屋行って戻ってきて、で、それ最終的に戻ってくるところを埼玉にすればいいだけだもんね。すげえ考えたやつ、頭いいなと思って。で、なんかそれをこう登録しておくと、こういうの出ましたよっていうのが来てくれるのね。要するにどの営業所よく使いますかっていうと、例えばどこどこ営業所ってやっとくと、そこにあのメールで今ここからどこどこにいつまでに返してほしい車があるんですけどどうですかっていうメールが来るのね。でそれ今若手の芸人にみんな登録しろっつって、でもう俺の中で面白いのはレンタカーが安いってこと以上にそういう人の都合で旅行先決まんの面白いなと思って。その偶然だって、なんとなくどっか行きたいんだけど、どこに行きたいか全然決まんないから、あんまこう、なんかこの間も急にそのメールで山形県の酒田市にって書いてあってさ、なんか、とりあえずじゃあ酒田行こうっていう。ね。なんかその感じ、人任せで旅先決められる感じと、あと、世の中ちゃんとそういう面白いことを、あ、こうやれば、少なくとも、最終的にそれに応募がなかったら、その元々派遣する予定だったやつを派遣すればいいわけやんか。あ、なんか面白いこと考えてる人いんなと思って。ジャンク！
月曜ジャンク一丁に光る深夜のバカ力。あとちょうど先週 CPAP の話してて、でそのケツの方に睡眠の趣味化っていうちょっとぶっ飛んでっかなと思った。なんか自分はその睡眠の趣味化っていうジャンルはあるんじゃないかとね、その、より深くて快適な睡眠を取るための投資や取るためのまあ、下手じゃ疲れ方とか取るための機材とかそういうのやっていくとなんか面白いんじゃないのって話してたらさ、直後にニュースでさ、新しいポケモンのポケモンスリープっていう、まだ細かいこと全然発表されてないんだけど、それ任天堂と多分株式会社ポケモンが新しいそのエンターテインメントとして睡眠のエンターテインメント化っていう、今自分がつけてるその何ウェラブル端末みたいなやつもそうだけど、これずーっと腕時計型でずーっと寝てる間も俺がどれぐらい寝返り打つとか脈拍がどれぐらい上がってるとかそういうのこいつ全部つけてて、でなんか出るのよ睡眠の点数みたいの、これからこれぐらいの間本当にちゃんとした睡眠が取れてて、でその点数としてどれぐらいですみたいのは出るんだけど、要は多分読んでる限りはきちんと寝るとポケモンが育つっぽい、ポケモンがより育つっていう、まあ、わかんないよ。まだ細かいとこわかんないから。すげえことしてくんなっていうか、なんか自分は割とウォーキングを、ダイエットでウォーキングを趣味にし始めた頃にイングレスが出て、で、それがポケモン GO になって、なんかすげえなっていう、この辺を、遊びにしてくる感じみたいな、すごいなと思ったんだけど、うわ、また先行ってるよと。睡眠のこうゲーム化、俺次ポケモン GO 来て、これだすごいのはよく遊びよく寝るってことじゃん。ポケモン GO で程よく疲れて、でどうリンクするか知らないしリンクしないかもしれないけど、で程よく疲れてきちんとした睡眠取るとそのよりポケモンが育つってことになると、その楽しみながらよく遊びよく寝るというこのシステムを作ろうとしてると思うんだけど、次このポケモン GO ポケモンスリープの先に出るのはポケモンうんこだと思うんだよね。いいうんこでポケモンをが育つっていう、多分ポケモン自体がふんころがしのポケモンとかが俺のしたうんこの量や質にセンサーが多分出ると思うの。なんかそのどういうセンサーか、例えばその今度のポケモンスリープは今ポケモンバンドってのはポケモン GO 用のあの腕時計みたいやつにその眠りを測るのをつけたやつを作るみたいなこと書いてあったんで、もうた肛門に刺す筒みたいなもんかもしんない。どっちかなわかんない、あの便器かもしんない、便器かもしんないけど、多分下うんこの量や質を多分見ていくセンサーで、おそらくいい柔らかさでいい量のうんこが出るとそのポケモンがどんどん育っていくっていう、うんこをパクパク食べながら美味しいよーつってどんどんでかくなっていくやつとかが出るから、そうするとその子供たちはお母さんとかにいいうんこがちょっと偏ったものとか食べなくなるじゃんか。お菓子ばっか食べてるといいうんこが出ないってなったりとか、野菜を食べないといいうんこが出ないってことは子供も学ぶから、そうすると野菜とか食べるようになっていくじゃん。そうするともうよく遊び、そのよく寝て、それ快眠快便まで多分行くと思うんですよ。もう、うんこのセンサーが、もう、ニンテンドースイッチの上にうんこをするようになると思う。ニンテンドースイッチの板の上にうんこをして、で、おそらく、そのうんこを捨てるみたいなことになると思うんだけど、その、もしくはセンサーがついてて、うんこをスキャンすると、その、多分、うんこを食べるポケモンが、自分のね、お友達のポケモンがうんこをパクパクパクを食べて、で、おそらくそれで、その、父兄から子供がスカトロバニアになったらどうすんだっつって、怒られて少しやり方は変わると思うんだけど、なってくじゃん。その後、なんだろうね。さらなるポケモン。俺が思ったのは、女にだとは思ってる。気持ちいい射精を定期的にするとポケモン育っていくやつだとは思ってんだけど、だ任天堂はそこ行かないんでしょ、どうせ。任天堂はそれ行かないと思うんだけど、あれだと思うんだよな。本気であと何あるかなと思ったのは、怒りを沈めると、その、アンガー、
アンガーマネジメントみたいなことが大事なわけでしょ、今後。そうすると、その、怒った、その、センサーがやっぱ頭にすげえついてて、あの、ヘッドギアみたいな、宗教団体がつけてたヘッドギアみたいなのついてて、すごい腹立っちゃうんだよ。一旦腹立ったやつを、スーンってした時に、ポケモンがすげえ育ってくっていう。その、俺の怒りの怒ったやつがスーンとすると、ピカチュウの電磁、な、あの、雷撃みたいなのがすげえ強くなるとか、そういうのになってくんじゃねえかと思うんだけど、とりあえずポケモンスリープいいなぁ。多分任天堂のことはただただ寝ればいいってことじゃないと思うのね。ね、ポケモンスリープをおじいちゃんにつけても、おじいちゃんずーっとし、おじいちゃん死んじゃった場合にどんどん育っていくっていうのも怖いけどね。それだと怖いから多分ポケモンスリープの中にはいろんな要素は入ってくると思うんだけど、なんか任天堂すげえとこ行くなと思ってね。月曜日から一応一時間深夜のバカ力。月曜ちゃん。深夜のバカ力。でもさ、うんこ漢字ドリルみたいなのあんな受けんだからさ、ポケモンうんこなんかもう大流行だよな、絶対。うんこで遊んでいいなんて子供大喜びじゃん。友達のいいうんこ盗んだりするやつ出んだろうな。ね。あとガキ大将が俺のためにうんこしろっつって。ダメだよ、僕のうんこなんだよなっつってやったりとかもう。していくんでしょうけどね。でももう学校とかそのデータを流用すればもう、検便とかでわざわざうんこ取んなくてもいいから、割とうんこ健康状態のチェックになるからさ、ね。で、あと、多分、俺趣味としてのうんこはあるって前から思ってるんで、美味しい美味しくないでもうご飯を食べる時代は終わったんじゃないかっていう、いいうんこを作るための食事っていうのをやっていくと、おのずと体にいい食事になっていくはずだから、そうだよ。うんこに点つけるアプリだよ。もしくは便器だよ。もう、その、TOTO とかイナックスとかが、うんこ点数制のやつ作ってアプリとこう言ってくれたら、相当朝とか楽しくない？した時に、なんか、その、量とかのいろんなそのベクトルがあって、朝寝起きでさ、198点のうんこ出ましたってなったら、めちゃめちゃ嬉しくない？でいて、それをするために何食べてきたかとか、どうしてきたのかとかっていうことを極めていくから、うんこの趣味家だね。うんこの趣味家みたいなことだよね。で、最終的には GPS とかもつけて、よくお前こんなとこでうんこしたな、みたいな、その場所の点数とかもう出てくるかもしれないじゃん。そうすると。え、なんか、剣岳の山頂でみたいな、ね。この高度からすると、高度とポイントだと完全剣岳の山頂で運行してるな、なんつって。で、そうすると、量と場所ね。ね、とかそういう、あとみんな一緒にやってる人とかが大勢いると、ギャラリーがいっぱいいるところで運行してるとかも、評価されていくから芸術点とかもどんどん上がっていくんで、最初に思ってたゲームと違う。喋り出してた時のゲームと全然違くなってるけど、ね、そんなですね。ね、あとちょっとね、自分で思ったことが、自分でいろいろ、その、最近思ったこと。バス旅あるじゃないですか、エビスさんとタガワさんの。あれ復活したんですよ。復活、エビス、タガワペアが復活して、バス旅のそのあのペア再びっていうのをこの間やって、で、これがこう、割とこう、バス旅、田中洋次さんとあの、羽田、さん、ここで番組やってる、あの、作家の羽田さんのペアになって、あの、みんなは、恵比寿さんと田川さんの前世紀のバージョンと比べて、いろいろ言ってるのかもしれないんだけど、俺自体はまあまあ、こういう感じですよ、って、あの、バス旅よく見ちゃうんですけど、まあ、やっぱりその、恵比寿さんと田川さんのあのペアの、しかも前世紀の、やつが見たいっていう人がいっぱいいるから、まあ、恵比寿さん、高さん戻ってきたんだけど、正直、戻ってきたバージョンきついなっていう。というのも、まず、恵比寿さんが年取っちゃったから、まあ、まずは恵比寿さんの、老化なんですよ。
恵比寿さんの廊下と恵比寿さんの、慣れ。恵比寿さんがこの番組美味しいっていうことに気づき、バス旅何年前ぐらい一番最初始まった？もう10年ぐらいになるよね。10年前ぐらいに始まった時の恵比寿さんの位置で言うと、お金のためにはやりたいが、ね、断れないが、歩くのはきついっていう。で、ね。で、この番組は別に海のものとも山のものともわかんないって位置だったのが、恵比寿さんは後にもうタレントとして持ってる人になっちゃったから、恵比寿さんも裕福になった上に、慣れてくる。ね。やってりゃ終わるってことに恵比寿さんは気づき始め、あとこの番組はどうやら美味しいっぽいってことに気づき、で、さらには、疲れちゃうから卒業まで行ってるじゃん。その感じがもうもはや、もともと多分、まぐれあたりです、この番組自体は正直。ね。まさか恵比寿さんがこんなモンスターだってみんなも気づかないまま、こう始まってたものが、その新しいバージョンはまず恵比寿さんが年取っちゃって大変だから、3泊4日だったものが1泊2日になってるの。で、さらには、恵比寿さんがいっぱい歩かされるっていうことに難色を示してるから、途中、1万円までタクシーに乗れるっていうルールができたんだ。で、恵比寿さんだからもう文句なく歩くし、文句なくこれに参加するんだけど、そうすると元々持ってた田川さんのクソ真面目っていう、田川さんの、ちょっと行き過ぎてる正義感みたいなやつが、なんつうのかな、怖くなる。エビスさん引き下がっちゃうから、エビスさんに対して苛立った時に、昔のエビスさんだったら言い返したりとか、わかりやすくふてぶてしい顔してたのが、おじいちゃんのエビスさんが、スッて引いちゃうと、田川さん怖えっていう感じになるのね。で、さらには、この番組が有名になりすぎたせいで、全国のバス会社がすげえ協力的。良くも悪くも初期の、こう、その、隣の県のバスのことなんか知らねえよっていう態度とかが、もうないな。番組かなんか知らねえか。もっと言えばテレ東の位置も上がっちゃってるよね。その10年前のこれ始まった頃のテレ東の位置も変わっちゃってる上に、この番組の位置も変わっちゃってっから、その、最初の頃に正直見受けられた、テレビ局どこでテレ東テレ東何その番組知らねえけど、隣の県またいだ向こうのバス会社のことなんか、わかんねえよっていう態度はもう誰も取らないのよ。そのことがこういろいろ相まって、なんか俺の思う奇跡だったんだなっていう、そのバス旅の一番真ん中の頃って、ましてあとマドンナ。マドンナもこの番組美味しいってわかってるじゃん。マドンナの格が上がってる。今回も、しかもマドンナも疲れることも知ってるじゃん。とてつもなくハードなロケだってことが分かってる上に、これに出ることがプラスだっていうことを事務所が分かってるっていう段階で、マドンナのタレントランクが上がった上に、今回一泊二日の旅の一日目と二日目でマドンナ変えてんだ。多分知ってっからみんなきついって。ね、みんなきついって知ってっから、これが難しいんだって。その、予算が増えたり、時間が良くなると、出てくれる人の格は上がるわけ。で、格は上がるんだけど、出てくれる人のコントロールが効かなくなるの。それはその、拘束時間も含めて。で、そうなった時に、今回、片瀬里乃さんと、中川翔子っていう、で、結構な位置のタレントが、この番組の特性を知りながら、ちゃんと来て、張り切ってる様子をきちんと見せ、で、きちんと任務を遂行して、半日で帰っていくわけ。そうじゃないのよ。うっかりマルシア出ちゃって不適されてんのがいいのよ。大して内容を聞いていないから、お出かけ用の靴で来ちゃってる感じの。なんだろうね。あの感じですよね。なんかこう、いい温度に下がってきたヘンクミちゃんがいる感じ。ね、その、ね、その感じなんですよ。で、しかも大して聞いてねえから、ね、端々のところに嫌な顔出ちゃう感じの。で、あと、エビスさんの一言、エビスさんのことも知らない。その頃だったら、エビスさんがどういう人かも知らないままアプローチを、受けてるから、エビスさんちょっとあれだなって思っちゃってるところとかも画面に出てるの含めて、その、面白かったのが、やっぱなんかね、その、
奇跡の黄金比みたいなものは、メンバーを戻すっていうことではないんだろうな、みたいな。だそうすると、一から、もうその、恵比寿田川じゃない恵比寿田川を、その、今の恵比寿田川ではない恵比寿田川とか、もしくは、田川さんはいいんだけど、今の恵比寿さんじゃない恵比寿さんが必要なんだと思うんだよな、そこにね。で、それ誰なのよっていう。で、近いのは、バイキングの西村が近いんだけど、その性格的にも壊れ方的にもバイキング西村は近いんだけど、やっぱバイキング西村だと旬すぎて、クロちゃんとかバイキング西村は旬すぎちゃうのと、まあ、クロちゃん強すぎちゃうので、多分違うじゃんか。誰かなと思った時に、そのいい感じのダメさとか、ね、いい感じのこう、その、ヘラヘラ感とかで、俺ね、三重春さんを押す。三重春さんいいような気がすんだよな。三重春さんのやる気のなさ。三重春さん朝の番組ゲスト来たんだけど、なんで俺なのだって。なんで俺呼ばれてんのって言いながら来てたから、あの感じなんだよね。で、全員が全員わかんねえけどっていう。なんかあの感じ含めて俺は三重春さんなんじゃねえかな。田川さんに当たるとこ誰なのかな。三重春さん、田川さんだとちょっと違うのかな。あそこ女ってどうなん、なんか。あの、ちゃん、やる気がありすぎて、やる気のない三重春さんに苛立ちを溜めるけども言えないみたいな。俺、村井美希って踏んでんだけど、村井美希三重春っていうコンビの地理に詳しくてすごい彼女真面目だから、真面目に取り組む村井美希と面倒くさがる三重春っていう、このコンビあたりどうだろうって思うんだけど、こればっかりは、そこに奇跡が、迎えに行ってもダメだもんね。多分最初の企画者は、あの時にこの田川陽介、それとそのエビスさんっていうこのコンビをやると化学反応が起きるって思ってないと思うんだよね。急に起きちゃった化学反応だと思うんで、なんかね。でもまあまあまたすぐあんだよね。田川さん版、田川さんとエビスさんのやるバス旅またすぐにあるんで、おそらく割とフレキシブルにルール変えてくるからテレ東はまたちょっと調整つくのかなと思うんだけど、この間のはねそんな感じ、そんな感じで。結果どうなったっていうあたりは、まあ、再放送で、なんだろう、時間遅れで多分オンエアすることもあるだろうから、まあ結果は見ての感じなんだけど、まあまあそんなですよ。でもそうやって考えるとさ、偶然のその神が、作った奇跡のバランスってさ、わかんねえなと思うのはさ、ある意味あの番組の割と雑なパクリで始まった、徳さんのバス旅あるじゃん。ね。まさか徳さん最初起用された時には、あんな人だと思ってないじゃん。徳さんが廊下とともに、エビスさんを超えてくる感じその、だから、もしかしたら、エビスさんの代わりになる人は、今や徳さんなんだけどね。今や、なぜか、徳さんと田川陽介のコンビをやったら、おそらくいい感じで、元のバス旅みたいなことになるんだろうけどね。もしバスで徳さん呼んだら、多分パクリだと言われるじゃん。な、呼べないんだろうけどな。でも、やっぱりテレ東はいいなと思って。ちょうど、昨日、錦織圭選手のテニスの試合見ようと思ったら、それがこう、プログラム変わっちゃって、あ、やってたの、再放送？俺見たことない番組だから、普通に新鮮に見てたけど、まあ、テレ東の日曜ビッグやってて、日曜ビッグが、閉店した店の、売れ残った品物を全部フリマで売るっていう番組で、なんかその古本屋さん90のおじいちゃんがもう限界だわっつって古本屋閉めるんだけど、その古本屋さんに1万冊以上の蔵書があるやつを、それこそ俺が一回いたずらにフリマをやった大井競馬場のフリーマーケットのとこで売る、全部売る、1万冊全部売るっていうのと、あとは和歌山の潰れちゃった何やってたの、金物屋でもないか、瀬戸物も売ってる、湯飲み茶碗とかあんなんいっぱい売ってる壺とか、
売ってる瀬戸物屋兼金物屋みたいなとこが在庫全部売るっていうのと、もう一個がなんだっけな、もう一個が雑貨屋。なんか、海外のエスニック雑貨みたいのを売ってる国たちのお店が、しかも、そういうのが、エスニック雑貨が好きな、若夫婦が、夢を持って始めた店が、3年で潰れるっていう、その3年で潰れたエスニック雑貨を売るっていう番組なんだけど、これ、良さげで、割とずっと見ちゃったんだけど、なんつったらいいのかな、その、今までのテレ東の、自分が出してもらった閉店した店のシャッターの中見せてもらうっていう、一回で終わっちゃったけど、俺は好きだったのよね、その謎の番組の感じとか。まあ一緒ですよ、それ閉店したお店の中の売ってたものを、売れ残りを、全部持ってくやつと、だからその、感じと、あとは、古本屋さんなんかはその古本屋さんがこれは高いんだよねって言ってる本が実際は鑑定したらいくらなのっていう鑑定団要素とか、で、さらにはなんか変なものを買っていく人、高いのに変なものを買ってった人を、その時は石炭ストーブを今時買ってった人がいて、その、瀬戸物屋兼、金物屋の、で、ずーっと50年ぐらい売れ残ってる石炭ストーブを急に買ってった人がいて、その人についてってどんな人なのか家見せてもらうっていう、割とテレ東の得意パターンがすげえ全部入ってる番組で、急にこんなイレギュラーな企画、たまたま、テニスが延期になったからっていう理由で出たような企画がきっと跳ねたりもするんだろうなっていう。で、ただなんか俺フリマに向かない人だってことが、昔フリマやって、お客さんといつも揉めるっていう、強引に値切ってくるお客さんに対して、軽く嫌な感じ出しちゃうっていう。もうなんか値切ったりとかあんま好きじゃないから、これ5000円っていう、まあ、当時のことをもう一回なぞるようですけども、普通に中古ゲーム屋さんに持ってったら3000円で買ってもらえる、買い取ってもらえること分かってるやつだけど、まあでもフリマだしっていう理由で、じゃあ2000円って出しといたら、これ負けてくれっていう人がいるから、これ負けてって言われても、そういう理由で、今すぐこれを右から左に中古のゲーム屋さん持ってったって、3000円するもの2000円で売ってるんですよ。って言ってんのに、いいじゃんって言われて切れて。いいじゃん、はい、せーねって言って、持ってかれそうになって、泥棒って言い出して。最終的にブチ切れて、そのゲーム買いたくて見てた少年に、タダでやるから持ってけっつって。で、横にいたうちの神さんに、敵を作りたくて来てるのって言われるっていう、その経験が蘇っちゃって、最終的に強引な値切りをする人に対して、バリ雑言をテレビの前で、ずっと浴びせながら見るっていう謎の形にはなったんですけど、なんかいい番組、やっぱりそういう、なんか偶然できたいい番組じゃねえ、まあ、相変わらずテレ東には。ジャンクーで、その各店舗をお手伝いする、リポーターみたいのがいて、で、そのメンツが良かったね。野呂佳代、磯山さやか、浜口京子っていう、もう、完璧なんつったらいいのかな、もうなんか、いい湯加減長く肩まで使ってられるっていう感じの。で、しかもなんかね、この3人とも得してんだよね。なんかもう、なんか本当に、あの感じで、その、浜口京子は浜口京子で、とても一生懸命力仕事をしたりとかする感じとか、野呂佳代がすげえ頑張って、売れ残りのお皿を売る感じとかとても良かったり。で、あとなんかね、その一人、和歌山の、その、瀬戸物屋の親父っていうのが、商売ってのはこういう人がやるべきだ。店頭に立つべき人はこういう人だなっていう感じの、なんかその、石炭ストーブがすごく代々からうちにあるもんだから結構高いですよ。5万だか3万だかするっていう感じなの。で、それに来た人がこれまかんないって言うんだ。その3万まで下げたものをまからないかって言われるんだ。で、それに対して、その、店主が、今この時間はこの値段でやりたいんだと。
ね。もし、それも本当にこんな正直に言うもんなんだと思ったのは、フリーマーケットの終わりの時間まで売れ残っちゃったら、自分はそのこれを和歌山まで持って帰るのがきついから、もう投げ売りしちゃうかもしれないんだけど、今はこの時間はこの値段で売りたいんだって。だからもしだからよかったら、その時間にもう一回来たら、俺下げちゃうかもしれないと。だけどその手前でこの値段で買っちゃう人がいたらなくなっちゃうっていう話をちゃんとする人と、で、全部分かったっつって、ね、なるほどね、分かった、でも欲しいな、じゃああった、また来れないから、んじゃあ3万で買うっていう人の、このやりとりがあまりに美しくて、あ、すごいいいもの見せてもらったなーっていう。あとその、90歳の老夫婦が、ずーっとやってた、その、古本屋さんから全部の本を、搬出した時の空っぽになったっていう感じの顔と、あとすげえげつなく値切ってくるババア。ああ、ああいうやついるから俺はフリマ卒業したって思う感じのバランスのいい番組で、第2弾とか、まあ、なかなか見っかんないんだろうね。なかなか見っかんないのは、閉店するお店ってね、割と負債を抱えてることが多いから、そこにある不良在庫って、割と二足三門で、借金の方に、その、叩き売られちゃってるとか、引き取られちゃってるケースが多いのよ。だから今回の3件みたいに、割と円満に閉店しましたっていうようなケースって割と少ないから、なかなかこう、その、しかも人のいい人でないと見てらんないから、その三元とも人のいい、これはもうまさにテレ東のリサーチ力なんだけど、みたいな黄金メンツはなかなか揃わないから、その第二弾難しいんだけど、あとね、あんだけいい番組だったら俺リポーターで出たいって立候補したいんだけども、絶対嫌な感じになる。ああ、見なきゃよかったこの番組っていう感じの。すごい嫌な感じになっちゃうから、もう、フリマに関しては絶対ダメだから、古本屋さんですげえ貴重な本値切ってくるに対して、いいから向こう行けよって言うから。92歳のおじさんはもう自分が絶対これは3万円の価値があるって信じている本があるのよ。で、その本を、鑑定団の人が来て、鑑定士が来て、まず一番最初に鑑定士は、これは5000円だって言った時にすごいショックを受けるわけ。すごいショック受けんだけど、これは3万円で物の分かる人が言ったら買うはずだって並べんだけど、それが売れないのよ、全然。それで団長の思いで1万5千円にすんのよ。1万5千円にすんだけど、そこに興味持った人が来て、で、興味持った人が来て、で、やっぱり見てんだけど、いや、ちょっとってなるところに対して、もう、その、ちょっと、おじさんいいのって思うんだけど、もう、お店終了寸前に5千円っていうのね。ね。5千円っていうのね。それに対してそのおじさん買おうとしてるおじさんが4000円っていうのね。その感じの、でいておじさん売るんだ、それを。ね、その時の、ああ、鑑定した額より、鑑定した額よりっていう感じとか。ねえ、まあまあ、僕は多分これに関しては、こんなに面白い企画だと思ったんですけど、参加は無理です。番組をダメにしちゃうからっていう多分うちの神様があんた何のために出たのファンを減らすためって絶対言われますからね。スタジオワイプですら、スタジオワイプでした、ですら、うんこみたいな顔になると思いますから。曲、改造良太、愛の形。新勝ち抜きカルタ合戦会。あいつの頭はあいうえお、番組オリジナルのカルタを作ろうという、新勝ち抜きカルタ合戦会です。毎回2つのテーマのカルタが戦って、まあ、生放送で今番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。で、対戦するのは前の週から勝ち抜いてきているカルタと、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックのカルタの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。勝つごとにあ行は家行、家行は作業と進んで、負けると予選ブロックに戻ります。和行まで勝ち抜けばカルタは完成でゴールになります。3連敗するとテーマは消滅になります。日曜ビッグバラエティの企画のカルタもあったね。あ、途中で負けちゃっ
ったんだっけ、結構好きでしたけどね。割とこう、日曜ビッグバラエティの、構成スタッフの一人の人に、聞いてますよって言われて、意外に、あ、似たようなの今立ち上がってんのにって思ったっつってて、言ってたよ。ねえ。さあ、今日の対戦カードですが、まずは現在勝ち抜き中の、ほらほら、ほら、勝ち抜き中のほら、なんつってほら、あの、うろ覚えのことを必死に思い出そうとして、なんか出てくる雑なヒントってあるじゃない。あの感じの、ド忘れうろ覚えカルタ。ちょっとしたクイズみたいになってますけど、今週は作業のカルタになります。そもそもは電気グルーブの石野卓球士と、飲んでる時に石野卓球士がゴースト、映画のゴーストを思い出せなくて、ほら、お化けがろくろを回すやつって言った時に、すげえいいと思って、温めてたやつが、このカルタになったんですけど、ド忘れうろ覚えカルタ。対する予選ブロックから登場のカルタは、やっつけで作ったと思われるダメなおみくじに書いてありそうな言葉がテーマの、ゴミ同然のおみくじ、ゴミくじカルタ。5週ぶり。で、もう和行なんで、和一文字のカルタですから、まあ、なかなかゴールっていうのは、この和一文字で勝つのはなかなか難しいんですが、じゃあ行きましょうか。まずはこちらから。ド忘れ、うろ覚えカルタ。作業。形状記憶老人。あの、最初の文字が、とで始まる、藤井明の口から、こう、だーって出てくるやつ、あれ何？あれ？あれだよ。あ、思い出した。吐瀉物。よかったね、思い出してね。吐瀉物ですよ。そうでしたね。ペンネーム、釧路ダンディ。サラダ食べ放題のやつあんじゃん、ほら。キャベツでもトマトでもどんどん取ってもいいシステムの。なんつんだ、あれ。そう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 。畑荒らし。取り放題じゃねえんだよ、ダメなの。もしくは野菜泥棒。ねえ。ペンネーム、いぶし銀太郎さ。さ。ザッケローニじゃねえよ。逆に言うとザッケローニが大体思い出せないんだけどね。ザッケローニじゃないよ。なんかその、お前のお袋がさ、俺を見るたびに反射的に言う、口癖。ザッケローニに似てんだよ。かわいそうに。よく思い出したな、お前。ペンネームキャンディーウォーボルさ。砂糖醤油水族館？違う、酢醤油図書館？あ、スミソニアの博物館だ。トンチじゃねえか。トンチ、なんかタレ感あったんだ。すげえタレ感あったんだろうね。味で覚えたんだろうね。ちょっと酸っぱくて他の酸っぱい要素入ってんだけど、あの、うどにかかってる、ぬたっぽいやつだよ。それがいっぱいあるところだよ。何そのうどにかかってるやつがいっぱいあるところって何？スミソニアン博物館。ペンネーム、ウォーキングテトラポット。さ、坂の難しいグリーンでチップインしてテンション上がったおじいさんの話あるじゃん。もうテンション上がっちゃって大騒ぎするやつで、記念品もらうやつ、おむすびコロリンだって。坂の難しいグリーンでチップインするんだってさ、コロ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 ッつシャーっつって。スズムシ食べた。さ、坂が名前につくアイドルでさ、日向坂じゃねえよ。そんな新しくないよ。いや、欅坂じゃないよ。元祖の坂の元祖のアイドルだよ。早坂よしえだよ。別にそこじゃねえよ。そこ元祖の坂シリーズじゃねえよ。ペンネームピストルチョコ。さ、サーティワンアイスクリームが好きなおっさんいるじゃん。好きだからあんな服着てんだろうよ。あのおっさんだよ。かけふつたけ。31それでつけてんじゃない。ペンネーム鍋定食。3年生になってもずーっと走り込みさせられて、
サボらず部活ずっと頑張ってんのにボールもバットも握らせてもらえなかった部活だよ。陸上部だよ。ペンネーム鈴虫食べた。さ、里帰りしたら景色も人も全然変わっちゃってびっくりする映画あんじゃん。最後にこの辺も随分変わっちゃってるから気づかなかったけど、あの観音様が立ってるっつうことはこれ実家のすぐそばじゃねえみたいな話になるやつみたいな、だよ、大掴みだよ、なんつったかな、あの映画猿の惑星だ。この辺も随分変わっちゃってるから気づかなかったけど、あの観音様が立ってるっつうことは実家のすぐそばだったのここみたいな話になる猿の惑星です。それが大体合ってますから。な、うろ覚えだからそういうもんです。なんとなくそういうシーンだったな、最後っつって。ねえ。浜辺にでっけえ観音様立ってるからさ。ああ、そうか、そうか。ここはあれ、仙台の話だよね、完全に。ペンネーム、釧路ダンディ。シシマルが大好きなやつあるでしょ、あの、服部くんの。俺も好きなやつ、あの、血がつくやつ。ほら。血くがつくやつだ。チクがつくやつ。そう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 。チクビ攻め。お前は好きだろうけど。シシマルは好きじゃない。ペンネーム札幌くん。少女が股間に棒をこすりつけながら働かされてるアニメあんじゃん。魔女の宅急便つったっけな。ひでえ話だな、おい。ペンネーム恐ろしい話。写真家で言うとね、片方は可能天命タイプで、売れたいんだったら脱げよみたいな、そういう感じ。で、もう片方は篠山紀信タイプで、とってもいい感じになってきたから、もう少し頑張ってみようか。もう少し頑張ってみようか。みたいタイプで。まあ、結局篠山紀信は、脱がせ上手だな、みたいな。どうは、北風と太陽ってタイトルだと。可能天命って久々聞いた。可能天命って言葉にグッときた。ペンネーム社交性ゲロイカし、心配ないさーって歌ってた人誰だっけ、破産した時のうちの親父だって。心配だよ。ファンタスティック原田し、シュッとしたデーモン閣下みてえなやつ最近テレビ出てんだろ、桑田の子供の。マット。マットくんすごいね。マットくん、なんだろう、あの凄さ。なんつったらいいのかな、あのさ、最近、こう、プリクラとかでさ、勝手に、こう、その、パーツを際立たせるやつあるじゃん。あんな感じだよね、マットくんね。確かに、ちょっとデーモン閣下にちょっと似てきたんだよね。ペンネーム右の遠山左の笠井氏、女装が得意な人でさ、毒舌で冠番組持ってるさ、そうそう、梅沢富美男だ。ペンネームお腹いっぱいし、志らく師匠が得意なやつだよ。みんな見てる、みんなが感情を動かされるやつだよ。ほら、なんだっけ、ツイッター。ペンネームお腹いっぱいし、ショーパブから帰ってきたら知ってる人みんな死んでたって話なんだっけ。多分俺の勘ではショーパブで飲んだものに薬物かなんか入れられて時間の感覚を狂わされてるみたいなトリックだったと思うんだけど、あれなんだっけ、あれ浦島太郎って話だと思う。ペンネーム逆エビし、小学生が背負ってる結構重いやつ、あれなんつったっけ。あ将来への不安ねな。ペンネーム野原咲代し、じいさんを無理やり立たせた上で大事なものを奪っていく。すべてを奪われた老人は板の間に力なく座り込むばかり。不満を口にしても権力者は決して聞き入れてはくれない。憎むべきはあの赤い服を着た男、あの赤い服の男、なんと言ったか。そうだ、山田隆夫だ。ああ、うまいこと言いますね。じいさんを無理やりに立たせた上に大事なものを奪っていくっていう。ペンネーム花トレイン、少しも寒くないわってなことを言って雪の中でありのままの姿になる映画あったね、大竹誠さんが若い頃出てた。八甲田さん。
少しも寒くはない。体が熱い、体が熱いし。でありのままの姿になってたからね。丘を越えてペネス。ずーっと師匠のサンダルをパイズリしてたんであったかくなってますよ。よしハゲ、お前今日から部長。気が利くし。的な出世をした将軍って誰だっけ。豊臣秀吉。いや違いますよ、師匠のサンダルパイズリしてましたって言ってないんだよね。ほぼほぼ合ってますけどね。ずーっとです、ずーっと師匠のサンダルパイズリしてたんで、あったかくなってます、あったかくなってますよ。よしハゲ、お前今日から部長。気が利くから。的な出世だよね。そうだよ、ハゲネズミって言われてたんだから。ペンネーム寺尾正樹。せ、全身に金粉を塗ったくっておしっこが漏れそうな動きをしてる。全身に金粉を塗ったくっておしっこが漏れそうな動きしてたやつだよ。隣にでっけえ天下みてえのがいつもあってさ。C3PO。 あー、でっかい天下横にずっとあるよね。ピコピコ言ってる。ピコピコ天下。C3PO。 全身に金粉を塗ったくっておしっこが漏れそうな動きをしてて、隣にでっけえ天下みてえなやつがいつもある。あれなんだっけな、だって。でもすごくない？金粉塗りたくった男と、天下の絵、頭を思い浮かべて、意外にそれ C3PO と R2D2 にできるもんね。ペンネームと先生はおっしゃってる。前立腺マッサージを激しくされるとさ、すげえ甲高い声で、ギョギョギョーって叫ぶと思うんだ、あいつ。ほら、ほら、ほら、大和田信也。全然だよ。お前のオリジナルの想像だからもうわかんないよ。ペンネームそろそろ旧姓中山。せ、政府がずっとひた隠しにしてるものだよ。いろんな法律を作ってまで表に出そうとするとあらゆる手を使ってストップしてきやがる。あれだよ、おちんちんだよ。ペンネーム猛虎さん。せ、背中に木の棒を大量に背負って歩きスマホしてるやつ。いや、歩きスマホどこじゃねえな。でっけえから歩き iPad かな。あの、12インチの iPad Pro を見ながら歩いてる。あいつ、なんつったっけ、銅像になってる。二宮金次郎。社交性ゲロイカ、そろりって歩く人。そろりって歩く人、誰だっけ、手だれの下着泥棒。ペンネームドリンクバーメモリー。葬式の時手に持ってる陰気なポンテリングみてえなやつ何。陰気なポンテリングみたいなやつ何。あ、ジュズ。ワンコそば、ワンコそばの森末。そろそろ味がなくなっちゃったかなーって頃に新しいガムをくれるおじいさんのことなんつったっけ。あのボクシングを一番いい席で見せてもらう代わりに休み時間になると椅子持ってきたりする仕事の人。ガムくれる、口の中入れてくれる。あー、あの人がセコンドっつんだっつって。ガムじゃねえし。ラスト、トタケケ。そういえば子供の頃よく見たんだよね。ブルマ履いて、長靴履いて、洗濯手袋つけたデカブツ。なんかさ、お乳からビビューってなんか出すやついたじゃん。マジンガー Z って言ったっけ、あいつ。ブルマ履いて、長靴履いて、洗濯手袋つけたデカブツ。もう、乳から何かビビューって出す。ブレストファイヤーつった。ということで、まあ、うろ覚え、ど忘れ、うろ覚え、カルタ。さあ、対するはこちらです。ゴミ同然のおみくじ、ゴミくじカルタ。和です。ねえ、まあ、おみくじを開いたらそこに書いてある文言ですよね。ペンネームソフィーと双子の姉妹はワイドショーに出演したが、久しぶりのテレビ出演の緊張からあまりルー語が出せないでいるルー大島の横で
合わせるフェイスがないですね、などと先に言いまくる小島瑠璃子の得意げな顔を見るであろう大凶。ペンネームダイナマイトキッドは、私の脇で作った餃子食べてみたい人とかいうレアフェティズムの力でチヤホヤされたいだけのブスのレアフェティズムの力でチヤホヤされたいだけのブスの食い物を粗末にしてまで承認欲求を満たそうとするツイートに、胃の一番に食べたい、いや食べさせてくださいとリプライをつけているのがお前の父の恐れあり、血は争えぬと知れ。今日誰が書いてんだろうなあれ。その寺の坊さんが書いてんのかな。ペンネーム朝方カサスは、わかめを買うお使いに行かせたはずの子供が所持金を全部はたいて平成の空気と書いてある缶詰を買ってきてしまい、自慢げに見せてくるので諦めるしかないであろう大凶。ペンネーム砂糖水水は、惑星水カップという映画に主人公の宇宙海兵隊役として出演することになるが、仲間が次々とスイカップ星人にパイズリ殺される中、主人公であるがためにどのパイズリも間一発のところでかわしてしまい、結局一度もパイズられることなくクランクアップを迎えるであろう大凶。ペンネーム磯路ちゃんは、渡辺美里の歌に励まされていい年こいて無謀なチャレンジをし大怪我。今日ペンネーム肉会は、ワイワイと店主と常連が慣れ合うタイプの店に入ってしまった。今日、ペンネーム2階の窓から陰謀がは、渡辺エリの裸を妄想していたら、いつの間にか一塁から日ハムの西川が盗塁してきていて、タッチプレーを全く見ていないがためにアウトもセーフも判断できないであろう今日。でもしょうがねえと思ってセーフって言った時の血相を変えた栗山監督のリクエストをねやってもうたーっていう感じ。逆か、セーフだったらアウトってした時、ペンネームチクビーマンはわんぱく相撲でスタンガンを使用して失格になる今日。ペンネーム金玉院巨大孤児、おみくじだからね、おみくじ開いたら出てくるわけだからね、はわら人形をシルバニアファミリーだと教えられ育った姪っ子が不憫で仕方なく思い、本物のウサギちゃんのシルバニアファミリーをプレゼントしたところ、姪っ子は、うわおじちゃんありがとうとにっこり笑うや否や、大量のわら人形を一箇所に集め、のぶとい声で、喜べ皆の者、新鮮なウサギ肉が手に入ったぞ。はっはっはっはと遊び始める恐れあり。大凶。ペンネームマーチブラウンは、割り箸で作った輪ゴム鉄砲をガーターベルトから引き抜いてレジのお金を全部出しなさいと脅してきたミニスカ姿のその人こそがお前の実の父である。大吉って書いてあるんだよ。なんで大吉なんだろう。ペンネーム乱世食ナポリタンは、ワイはアホやドアホで大バカやと泣き叫びながら黒霧島の空き瓶を抱えて眠る姉にほとほと嫌気がさせてやろう。今日2時29分、まあ、2時半なら読んでもいいやつあんだけどな、まだ2時29分だからな。お2時本土金玉院巨大孤児は、忘れちまったのかい、私だよ私、ハンバーグの
元義理の母ことエロババーグだよ。まずは熱々の鉄板ジョーク 100g から。この前娘のユミちゃんの旦那にユミが本当に感じてるのか演技なのかがわかりませんって聞かれたからこう答えてやったよ。刺して肉汁が溢れ出したら本物だよってね、エロババーグと足立由美の母親が河原で新ネタの練習をしているので日課のエロ本探しに行くことができなくなる恐れあり代表何がエロババーグなのペンネームマンボマンボは和田アキ子にで君は何をされてる方なのと聞かれるも無職なので答えられない今日そろそろ旧姓中山は渡し船の船頭が長渕剛でうるせえけどまあ向こう岸に着くまでの我慢だなと思っていたら船が川の上流に進路を取り始め抗議してもせいせいだのあらよ楽しく反応が返ってこない恐れあり今日ラストはじゃあ大吉でペンネームキャンディーウォーホールはワイパーになりすましてバスのフロントにへばりつき無賃乗車を繰り返していた通称ガラコジジイが運転手に見つかり一悶着あったおかげで最終バスに間に合ったぞ大吉さあということでこれはどっちかな乗ってるけどね相当さあ、リスナー投票に移ります。勝ったと思う方のカルタがド忘れうろ覚えカルタならメール件名はド忘れです。ゴミ同然のおみくじゴミくじカルタならメールの件名はゴミです。そしてメールの本文は住所氏名年齢電話番号を書いてこれからかかる曲の間に送ってください。投票は一人一回で抽選で3名様にバカ力カードをプレゼントします。なかなかメールが読まれなくともバカ力カードを運で掴むチャンスです。メールアドレスは baka@tbs.co.jp baka@tbs.co.jp です。ほんじゃその曲です。緑黄色社会で幸せ。受付開始。受付終了です。さあ、投票結果の発表です。僅差。ド忘れうろ覚えカルタ442票。ゴミくじカルタ430票。勝ったのは、ド忘れうろ覚えカルタ。八甲田さんよかった。ね、確かにそうなんだよね。少しも寒くないわってありのままの姿になるんだよね。大竹さんが。ねやっぱ、ド忘れ、うろ覚えカルタは逆に隠すとすげえわ、テクニカルで。ねえ。あとあれ、ギョギョギョっていう、大和田信也さんっていう。もちろん良かったんですけどもね、ゴミくじも。勝ったド忘れ、うろ覚えカルタ、これ、他行に行きます。ね難しいですけど、ここは腕の見せ所です。ド忘れして、雑なヒント系、送ってください。で、負けたゴミくじカルタは和行のまま予選ブロック戻ります。で、来週のチャレンジはこちら。さようなら、平成あるあるカルタ。さあ、これもまたちょっと毛色が違うっていうか、別にボケたりとかっていうよりは、よく思い出したらそこっていう感じのね、もう令和になりましたと、昭和、平成の時代はまあまあ、あるあるネタとして成立してましたが、もう令和の世の中にはもう覚えられてないでしょうね、みたいなね。そうですね。ペンネーム、鍋定食。タブレット端末や他業なんタブレット端末やスマホに取って代わられましたね。ネットブックブームって一時あったね。俺ネットブックぐらいでよかったんだけどな。なんか安かったしよかったんだけど、なんかパソコンが進化すると
結局その見るネットの方も動画すげえ使ったりとかして進化しちゃうからキリがねえみたいな、ねそうですね。ペンネーム一人ぼっちの校門と、どの球場にもスコアボードの裏に人が待機していて、点数を入れる時など人の顔がちらっと見えた。あったね。あの電光掲示板じゃなくて、広島球場とかそうだよね。なんかパタンってやるやつだから、その裏に人がいるのが見えんだよね、あの感じ。ウルトラマンキラ太郎、地表のアスファルトを突き破って出てきたど根性野菜程度が夕方のニュースで取り上げられる。今もないか。今ももうど根性大根出ましたみたいなニュース、はぁーって思うけど、ニュースでやることなんて思うけど、あったらど根性大根ね。さあ、ということで、次回の対戦カード、うろ覚え、ど忘れうろ覚えカルタ多行、さようなら平成あるあるカルタ多行です。知恵袋に送っちゃいけないクソみたいな質問を募集しているコーナーです。最初はこちらから。ラジオネーム大自然守るさん。私は武男なのですが、意識高そうな女性にモテたいので、山奥でナチュラル系のパン屋を開き、北欧っぽいカッチカチなパンを売ろうと思っています。つきましては、その手の店に弟子入りして修行したいので、有名な人を教えてください。教え方が優しい人がいいです。あのカッチカチパンでぶっ叩かれると痛そうなんで。まあ、武男が意識高そうな女性にモテようと思ったら、もうカチカチのパンを、あの、北欧のカチカチのパンをもうね、あの、陰金の玉金みたいに粉吹いてるあの、カチカチのパンを焼くほかないんですよね。そして、お首にも陰金の玉みたいに粉吹いてるって出さないことです。思ってても出さない、レーズンの入ってるね。なんだかんだで、ね、干しぶどうパンを10日置き忘れてたやつみたいなのね、やつなんですけど、ね。で、まあまあ教えてもらうときにね、お前はどうしてそうなんだって、あのパンでぶっ叩かれると相当痛いですから、うん、普通のパンで叩かれるなんてもんじゃないですから、フランスパンで叩かれるよりも、下手したら大怪我しますんでね、優しい人がいいですよね。さあ、続いていきます。こちらです。ラジオネーム、A003627 さん。昔の芸能人に詳しい方へ質問です。昨晩、君は田舎へ戻って農家を継ぐべきだと夢の中でアドバイスしてきたハンサムな方は沢田研二さんでしょうか。ちなみにその人は TOKIO のメロディーに乗って登場し、背中にパラシュートを背負って、南海ホークスのユニフォームに、バケツ台の業務用木工用ボンドを両手に持っていました。違うな。前半、最初、なんじゃそりゃって思ったんだけど、東京のメロディーの手出てきて背中にパラシュートを背負ったんだな。まあまあそうかもなと思ったんだけど、南海ホークスのユニフォームにバケツ台の業務用木工ボンド両手に持ってた？違うな。多分違う人だな、多分ね。さあ、続いてこちらです。ラジオネーム釧路ダンディさん。ペットにしていたカミツキガメが大きくなりすぎて、とても自宅で飼えなくなってしまいました。まあ、私は凶暴なカミツキガメを無責任に下水や池に捨てたりするような最低の人間ではありません。かといってこのままにはできません。
そこでビッグライトを当てて巨大化させ、特撮ヒーローに退治させ、平和に暮らせる星まで運んでもらおうかと思うのですが、ついでにビッグライトの光を一瞬だけおちんちんに当てたらどうなりますか？9センチを24センチにするにはどれくらい当てればいいですか？ぜひとも教えてください。もうメインが違っちゃってるもんね。もうね、どれぐらいの量分量でビッグライトの光をおちんちんに当てたら、9センチを24センチに当てたら、ものすごいでかくなっちゃっても困るからね。9センチを24センチにするにはどれぐらいがいいんだろうな。なフィルターをどれぐらいかければいいみたいなところにもなるもんね。で、かなりフィルターの、なんつうの、写真屋さんがライトを、当てるときに使うような、パラフィン紙みたいな何枚かかけないと、2メートルになっちゃったらもうパンツにも入んなくなっちゃうけど、24度目だよね、問題はね。さあ、じゃあラストこちらです。ラジオネーム、夜泣きじじいさん。演出家の方、演劇に関する学問がご専門の方に相談です。今度、裸の王様の公演を行うことになりました。私は裸の王様の一番重要な場面は、クライマックスの王様が子供から裸を指摘される場面ではなく、二人の仕立て屋が作業場で見えない服を作る場面だと思っています。このシーンを丁寧に演じておくことで、待てよ。あの二人が本当に詐欺師だったら、二人以外誰も見ていないあの場所で、一心不乱に服を作るパントマイムをする必要性とは何だ？実は、子供も民衆も王様も、いや、見ていた私も観客も愚か者で、布が見えないのでは？無実の賢い仕立て屋を死刑にしたのではないか？という可能性を入れることができるからです。もちろん、このことはあくまで匂わせるだけで、あからさまに演出しては邪魔になってしまいます。そのさじ加減が難しく、稽古中には感情的になり、時には灰皿を投げたりもしてしまいました。そうまでして演者たちを追い詰めても、なかなか思うような出来栄えには近づきません。正直、私もギリギリのところまで追い詰められています。このままでは、来月のお遊戯発表会に間に合わなくなってしまいます。どうか年長組さんたちが完全燃焼できるような演出方法、もしくは稽古法をご教授ください。でも確かにそうだよな。絵本とかに、あそこ仕立ててるシーンってあったよね。あれなんだ？あのこと考えると急に怖くはなるよね。まあ、年長さんにはもっとぼんやりやらしとけ。ぼんやりやらしとけ。大丈夫。ということで、どうしても質問したい。けどどうしてもクソみたいな質問だっていう方はですね、こちらに送ってください。コニーナゾカタシイヤーイヤーナゾタキ
びをしますから形を取ってください。3つ目は嬉しい。ペンネーム金玉学園院農家。誰に言っても信じてもらえませんが、私には自分との距離およそ5メートルぐらいで UFO を見た、という記憶があります。本当に何もない田舎で育ったので、自分の1階の部屋の窓の外には何もなく、背の低い雑草がポツポツ生えてるだけの広場で、ある夜金縛りに遭い混乱している自分の視界に窓があり、そこにものすごく大きな UFO の端っこが見えて、そこで気を失ったという記憶です。こんな突拍子もない記憶なので、自分でも、夢だと思うことにしました。それとは別でもう一つ突拍子もない記憶があるのですが、それは実家の玄関側の前に大きな U 字溝、溝っこがあり、前の山からの山水や雨水、雨水がそこに流れ込むようになっている。まあそういう溝がある。ある日大雨が降り、それが止んでからしばらくして、その U 字溝がザリガニでびっちり埋まったという記憶です。で、まあ、こちらは、まあ、より夢だったような感触があると。ね。で、ところが、実家を離れてしばらくし、結婚も離婚も経験し、いい大人になって、正月に帰省した際、父親と酒を飲み交わしていた時になんとなく、昔、うちの前の U 字工がザリガニに埋まった夢をぐらいまで行ったところで父親が、あったなぁ、あれは気持ち悪かったな、もうザリガニだらけで、お前ワンワン泣いてたもんな、と言い出したんです。その父親の言葉で、UFO の方の記憶に対する夢だということにしておく、という選択肢が和らいで、やっぱりあれ本当にあったんじゃねえかっていうパーセンテージがかなり上がりました。まあそれ以来 UFO 関連の何かに遭遇したこともないし、見たこともないのですが、と。ねえ。ちょっと久々に空のを読んでみましたね。もう一個いきますかね。小熊さん。約8年前に糖尿病性網膜症により全盲となりました。まだ視力を失って間もない頃の夢には惑わされたものです。夢の中では映像があり部屋の中が現れます。あ、見えなくなったことが夢だったんだと思っちゃいます。なおかつ目覚めた瞬間に見えなくなり、あ、見えないってことは今目をつぶって寝てるのかなと勘違いをするんです。また夢の中に出てくる登場人物は過去に出会った人たちばかりなのですが、時々視力を失ってから出会った人が夢に出てくることもありました。しかしそれは声だけなのです。それが最近、夢の中に見えなくなってから出会ったはずの人が映像で出てきたのです。しかもその人を見た瞬間に、あ、〇〇さんと瞬時に判断ができました。でも夢の中にいる僕は冷静になり、あれ、なんで〇〇さんだと理解したんだという疑念を持ち始め、なるほど、これは夢であることを夢の中で理解できた途端に目が覚めてしまいました。現実にその〇〇さんを視覚で確認することはできませんが、医学の進歩によりそれが可能となれば、こんな楽しみなことはありません。ダイエット後の伊集院さんを拝見するのも楽しみです、という、ね。すげえ久しぶりにやりましたから、何このコーナーって思うでしょうね、きっとね。急にどういう法則のもとにこの、二つのメールは読まれてるのって思うでしょうね。そのままにしておきます。まあまあ、まあ、このコーナーはこういうのを送ってもらうコーナーで、何年ぶりにやりましたかね。去年一回やったか。まあ、最近僕はちょっとしたカルガモ台車のニュースを見ても、この感じのスイッチが入ってしまうので、久々やってみようかなと思いましたね。あとそうですね、今日はあれですね、エロババーグ。エロババーグの罪滅ぼしじゃないですけども、これでバランス取っとこうと思います。
100分で名著で、アルプスの少女ハイジっていう特集が始まったんですよ。4夜連続でやって、今日ちょうど1回目オンエアされたんですけど、その朗読を、アルプスの少女の、少女ハイジの、その原文の朗読を、足立由美さんがやってんだけど、腰抜かすほどうまい。あの、朗読こんなにうまい女優、初めてじゃねえかなっていう、ハイジとオンジの喋り分けからナレーションまで、こんな上手い人だったんだっていうのにびっくりして、多分今日のも含めて4夜、何度かその足立由美さんが朗読するんだけど、毎回俺も楽しみで。だからエロババーグと相殺されたかどうかは、まあ上がりませんけれども、まあまあそのことをお伝えしつつ、今日は寝ます。おやすみなさい。